身長ビヨーン石井学科学生成績が専門医身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関することを発信していきたいと思います。身長の伸ばし方はチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、いやー本当にね、第一声言わせてください。ありがとうございます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 。ということで皆さん、改めまして、チャンネル登録1万人、ありがとうございます。パチ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 ということでね、本当にね、嬉しい。ありがとうございます。このチャンネルはですね、まあ、一回閉鎖されてるわけですね。閉鎖されて、その時、まあ、一度8000人まで到達したんですけど、いろいろな諸事情で閉鎖をですね、してしまうことになってしまって、2020年ですね、改めて再度ですね、発信、スタートして、そしてついにですけども、2021年のですね、4月、ついにですね、本当にチャンネル登録1万人迎えることができました。ありがとうございます。ということでね、こちらじゃんじゃーん、こんなの用意しちゃいましたよ。これすごくないですか。これっていうか、これ何っていうところだと思うんですけど、これはですね、いきますよ。ここをですね、これをこう引っ張るんですよ。これを引っ張りますよ。1、2、3、早くやれって感じでね、まあ、YouTuber というかただのお医者さんなのでね、そんな無理すんなってところだと思うんだけどね、1万人なのでちょっと引っ張っちゃいましたってことで、いきますよ。3、2、1、パカーン、ダダダダーン、逆に見ちゃったーってことで、1万人登録ありがとうございます。パシ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 。はい。ということでね、今回の動画はですね、まあ、本当に1万人ね、登録いただいて本当にありがとうございます。まあ、感謝の気持ちをまあ皆さんに改めてお伝えさせていただく。で、それに加えてなんですけどもね、本当に、ね、ただね、ありがとうっていうだけじゃね、新潮先生、それじゃ物足りない。で、その声に応えたい。ということで、今回ですね、まあ、なんと、皆さんがですね、もう欲しいとですね、願っている、あのですね、成長シート、まあ、高精度のですね、身長予測版なんて私呼んだりもね、したりもするんですけども、最終身長予測するようで、常にですね、私は動画内で使っている、日本人の平均的身長の身をですね、表した表をですね、こちらの動画で配布をですね、させていただくことを決定しました。今回ですね、その成長シート、まあ、こちらの表ですね、もう一回ちょっと復習していきたいんですけども、例えば男性で14歳0ヶ月で 152.5 センチのお子様がいらっしゃいました。その子、日本人の平均的に言ったら、その真下に降りていって163センチになるよという形ですね。まあ、単純にですね、今の現在の身長を当てはめて、真下に行くと日本人の平均的な最終身長を求められるというね、超優秀な成長シート予測版なんですけども、これ皆さんに配布させていただきたいと思います。ということで、配布の方法についてここは説明させてください。ということでですね、配布の方法なんですけども、まずはちょっとね、申し訳ないというかね、さらにということなんですけども、チャンネル登録改めてお願いしますということで、チャンネル登録をね、していただいて、チャンネル登録をしたその画面をですね、こうスクショでパシンとね、撮ってください。で、そしたら、概要欄の方にですね、私のクリニックの LINE のですね、リンクを貼っておきますので、そちらのリンクにですね、友達申請をしていただいて、そこからですね、チャンネル登録をしましたってところですね、一報入れていただいて、なおかつですね、チャンネル登録のですね、まあ、証拠の写真をですね、こうピーって、こんな感じですね、載せといていただくと、そしてこちらからですね、1万人登録のキャンペーンということで、お返事の方で、秘密のですね、その URL を送ります。で、そちらの URL の方をクリックしていただくと、まあ、こんな感じで、成長シートのキャンペーンということで、Excel の表と、PDF の表、両方お渡ししますので、自由にですね、ダウンロードしていただいて、まあ、印刷して使用するなり、まあ、パソコン上ですね、そのまま使用していただくなり、ご自由に使用してください。注意点としましては、まあ、これですね、まあ、もともとは学校保健統計調査のものをですね、私の方で改変したものになるんですけども、まあ、最終的に私の方でね、こう、自力で作ったようなものになりますので、まあ、勝手にですね、まあ、転売したりだとか、他のところで転載、他に勝手に載せたりだとか、そういうふうにして使用しないようにだけご注意ください。ということで、なおかつなんですけどね、ここのですね、ページ、なんとですね、パスワードをかけてますので、そのパスワードもですね、今発表します。ということで、パスワードは SINCHOU。簡単に言うと、まあ、身長というふうに入れていただくと開きますので、そちらパスワード入れていただいて、こちらのページを開いていただいて、ぜひですね、Excel もしくは PDF ですね、私の成長予測版、成長シートの方でダウンロードいただいて使用してください。はい。ということでね、まあ、皆さんにですね、私のわずかなですね、まあ、気持ちの還元というところなんですけども、まあ、今後ですね、慎重にね、関することで、ね、バンバン配信していきますので、今後はですね、この成長シートとともにですね、どんどんね、配信していって、総合的にね、コミュニケーション取りながらね、さらにね、頑張っていきたいと思います。身長をね、伸ばしたい方はね、チャンネル登録。そしてですね、成長シートのですね、ダウンロードの方ですね、よろしくお願いします。身長ビヨーン、バイバイ。